無農薬で、はい、うーん、どうでした、量は取れた、取れへん、7瀬で8体、8.5体、 約9体、あー厳しいな、やっぱ手刈りで買ったんで、うんうん、人間の都合つくタイミングでってなるとちょっとなかなか手刈りした、手刈りしました、乾燥は、乾燥も稲木干し、稲木干しさん、はい、それは大変やったね、綺麗、綺麗けどな、はあ、大丈夫大丈夫、北摂共同農場に、まあ、スタッフで勤めさせていただいてて、まあ、僕自身がちょっと農業興味あるっていうので未来塾のプロジェクトが立ち上がったきっかけ でちょっとやってみようかなっていう感じで、まあ、稲作ってやろうと思ってなかなかできない仕事というか、水田管理とか、まあ、その水田自体を貸してもらうということからそうやし、専門の機械が各工程ごとにやっぱりあるのでなかなかできない経験やと思って参加させてもらいました。塚原さんのところに、週1回、まあ、2日のうちの1回は研修に基本的に行かさせてもらって、ほんまにあらゆることというか、お米って専門の機械がすごく多いので、まあ、その操作とか仕組みとか教えてもらうところからっていう感じだったんですけど、すごいもう今若い担い手がいないので、まあまあ何かのきっかけになったらいいかなと思って、今年から参加させていただきました。とりあえずまあ興味ある方にとりあえず一回作業とか一通り1年通して体験していただいて、将来的にもしやりたいと思う人もおるやろうし、もしかしたらね、あ、こんな大変やったらなかなかお米屋敷が高いなって思う方もいるし、とにかくまあ一回こう体験してもらおうということで、やりだしたのが最初なんです。去年草がすごかったんですよ。だから白柿っていう作業を去年よりも増やして草を抑制する、で除草剤も使わずにやろうと思ってるので、それを試すのに結構時間を取ったっていう感じですね。はい、鳥量ここの植え付け本数のところですよね。そうそこの植え付け本数で、で今標準やから、まあここって水は結構ある、水は結構、はい、入れやすいところではあります。あ、なるほど、はい、まあ、できれば、まあ、ちょっとでも浅植えの方がいいねんけど、でも、はい、除草とか入るんやったら、はい、もう標準にしとこうか、ね、で取り量が少なめで、はい、これは本当に除草剤使わなくてもう全て違いますね。やっぱ苗のこの箱に巻いてる種の量も全然違うし、その分少なく巻いてる分すごい太くて丈夫な苗ができてるなと、全然違うなと思って、やっぱ除草剤使わないとか、あと肥料もね、化学肥料使わないでもう米ぬかとかなんで、やっぱ成長はゆっくりなんですけど、こういういろんな作り方ちょっと見て、こっちもまだ勉強させてもらってね、今後いろいろ自分もこう成長していきたいなって思いますね。は結構自分がこんなお米がいいなと思ってたお米が取れたんですよ。だからすごい嬉しかったですね。綺麗さと粒も結構そこそこ大きくて、で正直そういう崎山本くんがやってたような除草剤を使わないっていう米作りもすごい興味があって、でもやっぱりこう面積が広いんでどうしてもそこまで手がかけれないっていうので、そういうところまだチャレンジしてないんですけど、今年は有機肥料を使った米作りっていうのに、少しチャレンジしてるんですけど、ね、新しい除草剤を使わないとか有機肥料とかいろいろチャレンジしていきたいですね。四つ葉さん出荷させていただくのは秋田小町と木の光を予定してるんですけど、まあもう一応規定量より堆肥入れて除草剤1回、もう最初からだいたい 10% から 15% 肥料を減らして、で結構肥料を減らすと品質が上がるんですよ。収穫量は減るけど品質が上がるんで、やっぱりね、選んで買ってもらえるようなお米作りがしたいんで、ちょっとでも
味が良くなるように、そういう努力でなんとか今はやってます。